マニア貢献を進めてください。よう、やったな。やっと昇格だぜ。見てみろよ。しかしローストリートってだだっ広いよな。一体どんだけのトガ人がここで生活してるんだろうな。壁に書かれた数字は区画を示してるんだってさ。自分の独房がある区画くらいはしっかり覚えといた方がいいぜ。おっと、ちょっと待った。俺これからモザイク街に行くんだ。やっとシャバに出れるぜ。お前も一緒に行こうぜ。何遠慮すんなって、案内してやるよ。いいじゃん、行こうぜ。はい、決まり。じゃあエレベーターの前で待ってるぜ。お前も早く来いよな。ローストリートにおいて許可なく隣人と接触することは禁じられています。罰として刑期を加算します。うっそ、マジかよ。とっとと解放しとかないとめんどくせえな。初めて独房街に出たトガ人に注意事項があります。パノプティコン内は広大です。現在位置を把握したいときはフィールドマップを使用してください。また通知履歴を使用すれば今までに受けた通知を再確認することができます。してないなここは。あ、俺このモザイク街で育ったんだ。よお前ら、ここにいるってことは無事上位高度取得講師を乗り越えられたようだな。当然、あの程度の試験楽勝だっつーの。そいつは頼もしい限りだな。外の世界へようこそ。と言ってもマティアスは初めてじゃなかった。もっとモザイク街のことなら俺に任せときな。って言ってもザッカーとガソリンくらいしか紹介できるもんもないんだけどさ。あそこにあるのがザッカーだよ。
恩赦ポイントと引き換えにボランティアに必要な武器やアイテムを買うことができるんだ。店長のおっちゃんはちょっと怖いけどな。あっちがガソリン、まあ飲食店だね。あそこのソフトクリームはマジおすすめだぜ。俺なんかもう全部の味コンプリートしてるからな。あそこの店長とは仲良くしておくといい。この先いろいろと世話になるだろうからな。おっと、どうやら客人のようだ。ちょっといいかい。あんたウーベだろ。ちょっと困ってることがあってね。ボランティアを出してやってもいいよ。第二コードからこうしてシビリアンからボランティアを受けることもできるように。こういうのは習うより慣れろだ。早速相談に乗ってやるといい。僕はウーベに用事があったんだけどね。まあいいよ、ボランティアを受けてくれるなら。最近新市街の方にメガラニカパノプティコンの連中がやってきて、僕たちが作ったプラントをめちゃくちゃにしていくんだよ。メガラニカ PT、 オーライ PT の犬どもか。で、俺たちにそいつら追っ払ってくれと。管理局に行ってもまともに取り合ってくれないんだよ。手続きがどうとか言ってさ。まったく、僕たちシビリアンを何だと思ってるんだろうな。ここから近いこともあってよく小競り合いになる小さな PT だ。今までにも何回か戦ってる。オーライ PT の脅威に負けて傘下に入ったうぬけたやつらだよ。現在ある PT の中で最大の勢力を持つ巨大 PT だ。じゃ、さっさと片付けてきてくれ。んだよ、さっきから偉そうにしやがって。こっちはお前の頼み事を聞いてやろうと。マーティアス、やめておけ。こいつらに反発しても何もいいことはない。さすがはウーベ、よくわかってるじゃないか。それじゃ頼んだよ。ボランティアはもう申請できるからね。嫌なやつだ。ユリアンとは大違いだな。ユリアン？ああ、上位コード取得コースで救出したシビリアンさ。助けてくれてありがとうってわざわざ俺の独房までお礼に来たんだ。お前のところにも来たんじゃないか。律儀なやつだよな。まあシビリアンにもいろいろなやつがいるってことか。ああ、トガビトと同じようにな。さ、さっきのボランティアを申請しろ。わかった。
速リリリン会からのお知らせです。最近規定より長すぎるスカートを履いているものが発見されます。最近規定より長すぎるスカートを履いているものが発見されます。長すぎるスカートは服飾禁止に違反する行為です。発見し次第通報してください。で、通報。今度倒す敵は俺たちと同じトガビトってわけ？トガビト同士で争い合うなんてな、この世界じゃ当然のことだ。いやか？どう戦うか、選ぶのはお前の唯一の自由だ。よく考えて、ボランティアを申請しろ。PT 上層部はどうせ俺たちのことなんか使い捨ての駒くらいにしか思ってないんだろうな。ふざけやがって。いつか必ず見返してやる。そろそろだな。準備はいいか？ボランティアの目的は逃げ遅れたシビリアンの回収です。規定時間内にシビリアンを護送機に搬送してください。現地では敵対勢力によるシビリアンの回収が予想されます。勢力よりも早くシビリアンを確保して護送機まで搬送してください。さて行くか。さあ行く。今回の標的は同じトガビトだ。物陰や頭上からの攻撃に気をつけろよ。敵がシビリアンを奪取。来たぞ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。まだ了解しました。シビリアンの搬送を開始。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。友軍がシビリアンの奪還に成功しました。奪還すべきシビリアン、護送機にシビリアンを搬送してください。新たなシビリアンを確認、救出し護送機へ搬送してください。指示を続行できなくなりました。基本行動に移行します。了解しました。シビリアンの搬送を開始します。敵がシビリアンを奪取。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。
をダッシュ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。友軍がシビリアンの奪還に成功しました。敵にシビリアンを略奪されました。指示を続行できなくなりました。基本行動に移行します。敵にシビリアンを略奪されました。敵にシビリアンをダッシュ。護送機へ搬送しています。シビリアンを奪還してください。護送機にシビリアンを搬送してください。了解しました。シビリアンの搬送を開始します。戦ったな。ボランティア成功だ。なんかずっと気張ってて余計に疲れたぜ。よしお前ら、この後はガソリンで祝勝会だ。ボランティアは成功しました。保証局管理部へ報告します。資源や戦闘用アイテムを生産局へ納品することでより多く恩赦が受けられます。今日は俺のおごりだ。好きなだけ食っていいぞ。お、マジかよ。じゃあおっちゃん、とりあえずエンナと一つな。今日だけは特別だ。さ、遠慮なく食え。おっちゃん、合成モロキューちょうだい。ああ、マティアス、お前はちょっと控えろよ。あ、何か言った？やめてくれ。ねえ、なんか言われるとケツがむずがゆくなる。ただ今日自分で決めた覚悟と自由という名の選択の意味だけは心に刻んでおけ。おっちゃん、次は人工炭酸水をお願い。他の新人に比べればよくやってる方だぞ。お前たちならいいところまで行けるかもな。第二行動にいる間は要求されるボランティアもそう難しくない。今のうちに少しずつ慣れていくことだな。あ、エンナと追加で。
そうか、まだ紹介していなかったな。とはいえ、どう紹介していったものか。いっそのことここで歓迎会を開くってのはどうだい。ニーナ、来てたのか。なかなかみんなで集まれる機会も少ないんだ。パーッとやったらいいじゃないか。なるほど、悪くない提案かもしれないな。みんなの結束力を深めるいい機会にもなりそうだ。いいだろ、俺の方で準備を進めておこう。おっちゃん、エンナとまだ来てないんだけど。ねえマティアス、お前はちょっと食いすぎだ。はい、今日はこれぐらいでお開きにしよう。お前たちは独房に戻れ。そうそう、ローストリート関係の権利解放がまだなら、今回得たポイントで解放しておいた方がいいぞ。不便だからな。おはようございます。先ほど、トガリとウーベ、坂本、カブレラより連絡がありました。モザイク内のガソリンで待っているとのことです。外出する場合は、外出許可申請を提出してください。なお、外出の前に、エイジにおける異性への接近権、エイジにおけるトガリとの接触権を解放することをお勧めします。外出の前に、英知における異性への接近権及び、英知における隣人との接触権を解放することをお勧めします。申請が受理されました。